どうもエルザレットです。今回はマヒマヒリゾート&スパのバンカラマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことをもとにまとめていきたいと思います。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえればと思いますので、一つの情報として見ていただきますと嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。それでは早速いきましょう。ガチエリアはカウント60からマップの形状が変化する仕様となっています。塗り範囲が広がるためスペシャルを貯めるきっかけに活用していきたいというところになりますね。まずは前線ポイントからです。エリアの先を抑えるのであれば敵の高台が必要なので、ここまで攻め込みたいというところがあります。気をつけることとしては、デスが重なるとエリアまでの距離が近いので逆転されやすいという部分があります。人数把握はとても大事な部分ですね。次は守りのポイントです。守りのポイントはあるんですが、正直場所が固定されやすいので押し込まれると厳しいというところがあります。なのでなるべく一箇所に固まらず横に広がりながら相手を捌くようにするといいかと思います。左右をしっかり活用するということが非常に重要ですね。最後に塗りポイントです。横に広く展開されやすいので足場をしっかり押さえながら広く展開するといいかと思います。特に敵陣より障害物は侵入や遮蔽物として活用ができるので、場所として獲得をしていきたいところです。取るだけでも生存につながりやすいと思います。ガチエリアは遮蔽物が少ないため対面での勝負が多くなりがちです。足窓塗りで敵の侵入を抑えたりスリップダメージが重要になるかと思います。なるべく足場を抑えて無理な攻めをしすぎないようにしていければと思います。ガチヤグラは第二関門をどちらかが取得すると水面が下がる仕様になっています。一気に移動が楽になる反面、侵入口も増えるのでしっかりと周りを見ていきたいところですね。まずは前線ポイントからです。水位が下がるまでは右側からしか敵陣への侵入はできないが、ここからうまく攻めることができれば一気にカウントを進めれるので確保したいというところになります。一度入れれば敵の位置も分かりやすいので押し込むのも大事というところですね。次は守りのポイントです。守りのポイントには遮蔽物が少ないので塗りが重要になります。また下がりすぎると防衛がほぼきつくなってくるので、なるべく侵入口を抑えつつ足場を塗って相手との距離を維持するように守っていくことが重要となります。最後に塗りポイントです。一気に取る必要はないんですが、塗りはなるべく横に広く取るのがいいかと思います。マップ的に押し込まれるときついので、塗りで盤面の制圧をすることから進めると抑えやすくなるかと思います。塗り意識はある程度欲しいところですね。ガチヤグラは第二関門突破されるとそのままの勢いで試合が決まることが多いように感じました。理由としては自陣側に入られると遮蔽物がないため守りにくいという点があります。侵入口を抑えないと一気に叩かれるので、しっかりと守りの意識は高めにやっていくことが重要かと思います。ガチホコは関門まで行くと水面が下がるようになっています。その先にあるバルーンまで行けば28カウント取れるので、遮蔽物として使用しながらノックアウトを狙っていきたいところですね。まずはホコショットポイントからです。ルート確保の上で待ち伏せポイントになるため、味方が揃っていないようであれば置き打ちしておきたいところです。ただ敵が攻め入りやすいマップなので、長く持つよりかは一気に進めることを意識する方がいいかと思います。次は守りのポイントです。関門まで入られるとかなり厳しい展開になるので、関門の後ろではなく前やルートを抑えるように守るといいかと思います。ホコショットを撃たれるだけでもきついので、なるべく処理は早めにしておくということがいいかと思います。最後に塗りポイントです。中央の塗りをするだけでかなり攻めづらくなるので、なるべく広く取っていきたいところとなります。ルート上だけでなく広場全体を取るようにすると高台に敵が集まりやすくなるので処理が楽になるんですよね。押し込むというイメージがいいかと思います。ガチホコは敵との距離感が近いため複数のデスが起きると一気に試合展開が変わりやすいように感じました。
ポコショットと望遠ポイントが限られているので、どれだけ処理を早くできるかが重要な感じがします。夏あさりはカウント50を境目に水面が下がります。足場が広がるだけではなく、アサリの位置も変わる可能性があるので、なるべく先にカウントリードを取っていきたいところですね。まずはシュートポイントからです。シュートするにはかなり近づかないといけないため、無理なシュートは禁物というところです。なるべくアサリをキープしながらスペシャルに合わせてシュートを狙うという方がいいかと思います。短期突撃は人数不利を招くので NG ですね。次は守りのポイントです。シュートまで平坦な道なので、なるべくアサリの前から防衛していきたいところです。片方だけではなく左右しっかり見ておくことが大事だと思いますので、味方の数に合わせて左右に分かれていきましょう。最後に塗りポイントです。アサリが中央に密集しやすいので、足場を固めて取らせない工夫が必要そうです。水面が下がってからも中央に集まりやすいので、塗りと回収を気をつけてないと逆転されやすくなります。ガチアサリはアサリの回収位置が中央に寄っているため、攻めるにしても守りにしても放置するとかなりきついことになります。特にリードしている側が取っていないと、負けている側のスペシャルが溜まりやすく打開されやすくなるので、シュートはしなくても回収は意識しておくことが重要となりそうです。いかがでしたでしょうか。マヒマヒリゾート&スパは前半と後半でマップの広さが変わるため、侵入口の把握が非常に大事かと思います。水面が下がれば負けてる側の逆転も狙いやすくなりますが、逆を言えばさらに攻められやすくなるという意味でもあるので、しっかり防衛意識は上げていきたいところですね。ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。